皆さんこんにちは。今回は35層ダンジョンを周回する際のスキルレコード編成動画をやろうと思います。まあちょっと参考になればっていう程度で、俺はまだまだちょっと自分未熟だと思ってるので、まあ強い人にちょっと聞いた方が多分詳しいこともっと聞けるんじゃないかって思うんですけど、まあ俺なりにまあこういうのがいいんじゃないかっていうのがちょっとあるんで、まあちょっとスキルレコード編成どんな感じのがいいのかなっていう人がいたので、まあポイントとしては35層ダンジョンの出てくるモンスターですね、それが弱点属性が残属性正属性なので、まあ残属性意識して、まあできれば正属性も意識して、まあスキル編成できたらなっていう感じなんですけど、まあ俺の斧の構成こういう感じなんですけど、まあこのトレインコンダクターユージオっていうスキルがかなり使いやすくて、まあ、全体攻撃で、しかも円形自身中心円形広範囲 の全体攻撃、残性属性なんですよ。で、追加効果がマジ強いので、まあ、これを使うのがいいんですけど、持ってる人はですよ。ただちょっと俺前のスキルの組み方だと一撃で倒しきれなかったので、まあ、この詳細の片鱗優位っていうこの性属性ダメージが上昇するこのパワーライズっていう攻撃力が800上昇する効果を持ったスキルレコードアビリティですね、これを使って、まあ、あとはこの性属性ダメージが上昇するこのアビリティ持ってたんで、覚醒パワーライズで言うと試し切り一戦キリトとかでもこのシャインコンバージョンっていう効果が同じなので、まあ別に斧はそのボス斧で倒すわけじゃないんで、その斧で覚醒するわけじゃないから、別にそのこれが覚醒スキルである必要はないんですよ。でまああとはそのこれ攻撃力がまあ上がるやつと、まあ、攻撃力が上がるやつと、まあ、とにかくそのダメージ上昇と攻撃上昇のバランスをまあ良くしようと思って、まあも本当はねもっといいスキル編成の仕方があるかもしんないんですけど、まあ、今のところこれでやったら、まあ、一撃でこれ倒しきれたんで、まあ、十分じゃないかということで、まあ、あとはこれオノモットに、まあ、あれですね、陽気な狼娘アルゴっていうあの追加効果で三角が3つついてるやつですね、たまたま俺これ持ってたんで、まあ、HP が残ってれば残ってるほど強くなるみたいなやつなんですけど、これ使ったら、まあ、普通に一撃で倒せたので、まあいいんじゃないかと思って、まあ、これもつけて、でまあ性属性を強化する効果2つついてるので、これを打ってみたら性属性なので、あのまあ単体攻撃なんですけど、まあ1体あぶれたりとかしてるところに、まあこれ打ったら案外一撃で倒せたりするんで、まあ攻撃上昇のバフもあの直撃時に多分発動してると思うんで、でこれのスキルのいいところって、スキル命中時に全てのスキルクールタイム2秒減少するっていうのがポイントで、これなんかあのさっき言ったこのトレインコンダクターユージオとか、まあ、おのおのモッドスキルですね、まあ、こういうやつ打った後に、まあ、これ使うとそのクールタイムが少し減少してくれるので、すごく使いやすかったですね。まあ自分の持ってるスキルで、まあ、似たような効果があったら、まあちょっと試してみるといいんじゃないかって思うんですけど、まああとはこの作詞バフみたいなやつですね、この外周一色4バフっていうのがかなりクリティカル発生率が大幅にあの上がるバフスキルなんで、まあこれ終盤そのボスの直前目の前とか、そのボス倒した後とか、まあそういう場面でちょっと打ってから次に進むみたいな感じで、まあ、そういう使い方をしてますけど、まあ別にそのこれはね、紐のリーファでもいい気がするんですよ。でなんでかっていうと、これまあこれも同じ外周一色4バフっていう効果あるんですけど、まあよく作詞と大体できるみたいなスキルだって言われてるんですけど、これのいいところってモブ狩りができるんですよ。これ全体攻撃で結構モブ狩りしやすい範囲攻撃で、まあただ俺はちょっとこれ一撃で倒しきれない上に、なんていうのかな、これ闇属性なんですよ。闇属性がなんでいけないかっていうと、これシャインコンバージョンって闇属性ダメージが低下するんで、まあ、もしそのキモノリーファー使うんだったら、このシャインコンバージョン使いながらキモノリーファー使うんだったら、まあそういう点をちょっとまあ意識して、俺はそれ考えてちょっと抜いたんですけど、一撃で倒しきれなくて、であとはこの斧のコネクトあったんですけど、ちょっとこれがモーション遅すぎて抜きました。まあ、これなくても全然あの周回できるし、まあコネクトスキルって SP をまあ節約、 SP 消費節約とかクールタイムあの節約とか、節約っていうのかな、軽減かしたりとか、まあできるんですけど、
まあ、これは、まあ、ちょっと遅すぎるなと思って抜きました。あとは片手直剣の編成、まあ、やっぱりそのダンジョンのモブとかボスの弱点属性が残属性なんで、まあ、できればその残性属性の直剣もっとあったらそれが一番いいんですけど、俺はそれ持ってなかったんで、まあ、これ使いましたね。まあ、ただその俺そのカオス135を最近作ったんですけど、まあ、カオス135ってこのカオス討滅戦で作る装備可能レベルが135 の、 明国防具ってやつですね。これをつけたら俺それまで階層武具だったん、あ、階層防具か、階層防具だったんですけど、その時は防御力が2000だったんですけど、これ上下つけて、でまあ、このライトマジックっていうこれ有名な防御力がレベルに応じてめっちゃ上がるみたいな効果があるんですけど、これもつけたら、まあ、2000くらい上がってディフェンスが4000くらいまでになったんですよ。で2000上がるってどういうことかっていうと、まあ、これもっとこれつけてるじゃないですか、この双剣士の記憶ユージオってやつ、これ自分の攻撃力が防御力 ×2 上昇って書いてあるんで、まあ、厳密にはダメージ計算式的には違うんですけど、まあ、攻撃力の固定値ってやつですね、攻撃力の整数分上昇するやつが、まあ、2000分上がると防御力 ×2 上がるんで、細かく言うと違うんですけど、まあ、大体防御力 ×2 上がるっていう話で、まあ、攻撃力の固定値整数分っていうのは例えばこういうパワーライズの、まあ、8000上昇ってやつですね、まあ、整数分じゃないやつは攻撃力が、まあ、何パーセントか上昇するやつなんですけど、まあ、とにかくこれつけたら、まあ、防御力が2000上がって、この直剣モッドのこの装着したこれの効果がねめっちゃ強くなったって話で、で2000上がったら2000の2倍で4000プラスされるんですよ。防御力2000上がってるから攻撃力4000上昇、まあ4000じゃないんですけどね、厳密には4000くらい上昇してるって、まあもう大雑把に捉えるとそういう感じなんで、でまあこれが、まあ、アスナのスキルレコード1枚以上装備時って書いてあるんで、まあ、しょうがなくこれつけてるんですけど、まあ、これはクリティカルダメージが 13.2% 上がるやつなんで、まあ、心眼だと確か 7.5% だったかな、心眼っていうクリティカルダメージが上がる覚醒効果があるんですけど、まあ、心眼より数値高いと、まあ、凍傷にしたら、まあ、もっといいんですけど、まあ、凍傷にする手段は一応持ち合わせてはいるんですけどね、まあ、縦スキルで、まあ、凍傷にできるやつあるんですけど、まあ、これ一定確率だし、まあ、そんだったら、まあ、縦傷でいいんじゃないかなって、まあ、縦傷も入る入らないあるんですけど、あとはこの安らぎの笑顔ユイってやつ、配布ユイってやつですけど、まあ、これについては、まあ、星3なのに強いっていう動画前出したので、まあ、その動画リンクを動画説明欄とかに貼っておくので、まあ、よかったら見てもらえればと思います。でこれ何がいいかっていうと、スイッチブーストっていう覚醒効果があって、覚醒するとスイッチゲージの半分くらいが上昇するん で、 でスイッチが打てるっていうのがめちゃくちゃこのゲーム大きくて、で、まあ、特に片手直剣はスイッチダメージが上がりやすい熟練度スキルとか、まあ、スイッチがすごくいいんですよ、片手直剣とにかく。で、まあ、直剣モッドで高い力が出せるっていうのもあって、まあ、ただそのボスの直前ですね、もう終盤の方のモブ狩りではもうなんか、まあ、パーティー組んでればそこまでスイッチ貯めないといけないみたいな、そういうのを意識しなくていいと思うんですよ。まあ、無理にスイッチゲージ貯めるより、まあ、モブ狩りとかにそのスイッチ使った方がパーティーメンバーがボスを倒してくれるので効率がいいし、まあ、その無理に貯めておくことを意識しなくていいと思うんですけど、俺はこれつけてるとなんかいいなって感じがするんで、まあ、そこは別に好みでいいと思うんですよ。まあ、その例えばね、こっちのがなんか威力出るとかだったら、まあ、こっちこういうね、まあ、これリセマラスタートダッシュオーダーとかで当たるやつなんですけど、まあ、これ持ってる人はね、こっちがいいっていう人だったら別に全然いいんですけど、これ攻撃力がすごい上がるやつなんで、まあ、HP が 75% 以上っていうのが条件にあるんですけど、まあ、HP 調整っていうか、まあ、そんなそれなりのカオス防具、冥国防具作ってればそこまでHP を気にすることはないと思うんですけど、まあ、とにかく俺はちょっとこれ好みなんで使ってますということです。で、まあ、あとはこれ覚醒じゃないんですけど、まあ、毎回覚醒できるわけじゃないっていうのもあるし、まあ、正直この夜空に咲く青バラキリトっていう覚醒パワーライズ持ってるんですけど、それ抜きました。まあ、なんでかっていうと、これってこの魂の色っていう効果があるんですけど、このシノンを1枚以上装備時に攻撃力が 20% 上昇する効果があるんですけど、シノンのアビリティを
俺持ってないんですよ、シノンのアビリティで。シノンのアビリティつけようと思うとソードスキルの枠を1枠ちょっと使ってしまうんですよ、こういう感じで。で俺それちょっと嫌だったんですよ。でなんでかっていうと、この初期モッドキリトっていうやつ、この解放する力キリトってやつですね、これがあの全体攻撃のモッドスキルなんですよ。で全体攻撃でこれでもモブ狩りしたかったので、まあモブ狩り重視ということで、まあこっちにしました。まあこれにした理由は、まあ、ウィンドコンバージョンっていう風属性ダメージが上昇する効果があるからです。まあこのタレントシフトっていう効果がアリスつけると、まあ、攻撃力上昇効果じゃなくなってしまうので、こっちの攻撃力 20% 上昇の効果じゃなくなっちゃうので、ここ注意ですね。たまにあるんで、パワーライズたまにっていうか結構あると思うので、タレントシフトとかそのアリスつけるととか何かつけるとなんか攻撃力上昇効果が発動しないとかあるんで、まあ、あとはこのスイッチ貯めやすいやつ使ってるんですけど、まあ、これは、まあ、攻撃力強化のバフとか、まあ、あるんですけど、まあ、これなんとなく使ってます。別にこれじゃなくても、まあ、こういうのでもいいのかな、まあ、わかんないけど、もしその、あの、終盤のモブ狩りでスイッチ使っちゃった場合は、安らぎの映画を優位で、そのスイッチゲージの半分まで溜まるんですよ。覚醒すると。で、そこから、これ打った後に、直剣モッド、これ通常打ちすると、スイッチゲージが満タンに溜まるので、そこからちょっとスイッチ、あの、一気に打っていけるっていうことで、まあ、これを採用してるっていう話ですね。終盤のモブ狩りで、モブ倒しきっちゃうと、もうそれ以上その、スイッチゲージが溜めらんないので、まあ、終盤でその、このトレインコンダクターユージオとかに、このスイッチ使っちゃうと、もうスイッチ空っぽになっちゃって、まあ、ボスの攻撃で溜めるっていうことになっちゃうので、まあ、そうなると、まあ、これ必要なのかなと思って入れてるんですけど、まあ、別になくてもいいのかな。まあ、あとはその縦傷がこれ単体攻撃なんですけど、まあ、俺まだちょっと試してないんでわかんないんですけど、これ剣傷っていうのがあって、まあ、剣傷っていうのがまあ全体攻撃なんで、まあ、これで剣傷入るんだったら、まあ、モブ狩りしつつ、まあ、なんかできるんじゃないかってちょっと思ってはいるんですけど、まあ、あとはこの、まあ、75層のクリア報酬になっているこの不動の信念ヒースクリフってやつ、まあ、これそのスキル揃ってない人はまあいいかもしれないんですけど、俺はちょっとあのモブ狩りしにくいなって思ったので、まあ抜きました。まあ、残生の直剣モッドとか、まあ、残生のあのソードスキルとかあるといいのかもしれないんですけど、まあ、あとはこういうね、そのダークローズスラッシュ、このスラッシュ系ですね、あのお茶会最初アリスみたいなあのスラッシュ系、これがあの結構モブ狩りにいいので、まあ、ただこれはちょっとあの威力低すぎてちょっと使うのが難しいと思うんですけど、まあ、お茶会採取アリスだったらすごくいいと思います。あまりその強くないっていうか、そのあまりその自分の実力に自信ない人とかでも、まあ、直剣モッドでね、その創剣士の記憶有事をそのモッドの3枠目解放して装着できるっていう人は一撃で倒せたりもするので、まあ、いいんじゃないかって思います。まあ、俺の持ってるスキルで説明してるんですけど、まあ、ちょっとこの霧雨さんのスキルレコードまとめのサイトでもちょっと見ていこうかなって思うんですけど、このサイトマジで便利なので皆さん使ってみてください。でまあ片手直剣のスキルちょっと見ていこうかなって思うんですけど、生属性の全体攻撃だとこのブラストっていうのめっちゃいいですね。まあ、ブラストどんな感じなんだろう、俺ブラストの攻撃範囲わかんないんですけど、この止められる進撃アリスどうだったかな、これモブ狩り忘れたけど、なんかこれが結構その鬼バフって言って強力なバフ効果があるのでいいんじゃないかって思います。あとは俺これ使ってみたんですけど、これ持ってるんですけど、これじゃあちょっと俺の実力だと倒しきれなかったので、でも強い人だとその一撃であの倒しきってる人もいたので、あとこれもスラッシュですね。これどうなんだろう、防御力上昇するので、まあ、これもいいかもしれないですね、持ってる人は。あとホーリースワイプ、これスワイプ系なのでさっき言った初期モッドキリトと、まあ、同じような感じの攻撃モーションなんで。あとこれ使ってる人もいたけど単体攻撃なんですね。まあ、これでその一撃で倒せるんだったら、まあこれももしかしたらいいかもしんないですけど、あーこれテンペストか、あのテンペストっていうこれ全体10連撃の攻撃モーションがあるんですけど、これ技の攻撃範囲が広いんですけど、これ 10連撃って言ってめっちゃ時間かかるんですよ、1回打つと。まあでも倒しきれるんだったら全然いいと思いますね。
まあ、ただ、まあ、他にもっと早くていいスキルあったらそっちに切り替えるっていう選択肢もあると思うんですけど、あとはストレアで全体攻撃のもあるみたいですね。スクエアだから多分これ借りやすいんじゃないかと思います。あとこれですね、残星のスワイプ、助走友情オーダーで出たやつですね。これ多分借りやすいと思います。すごく直剣モッドで残星なので、これすごくいいと思います。まあ、他にもね、まあ、残星だったら、まあ、これアマン彦星勇気か、彦星勇気がそのボスですごくいいんじゃないかって思うし、まあ、こういうね、全体攻撃、他の、星属性じゃなくても、全体攻撃の直剣モッドで倒しきれるんだったらいいんじゃないかって思います。これもそのロックテンペストっていうその節分オーダーで出たやつなんですけど、これもちょっと10連撃でちょっと遅いんですけど、まあその手持ちでそのスキルが足りてなくて、でもその直剣モードで倒しきれるんだったら、まあ全然採用候補だと思います。まあ初心者とかはこういう黒き先駆者キリトとか使ってる人いましたね。まずそのあれですね、その今自分が持ってるスキルでその全体攻撃でなんかいいのがないかなって探して、どうしても分かんなかったら誰かに聞いてって感じでいいと思います。あとなんだっけな、これかな、諜報の天才アルゴだっけな、なんかこれめっちゃ使われてた気がするんですけど、どれだっけな、この広範囲全体攻撃なんですよ、これ。これがなんかモブ狩りにめっちゃいいって言われてて、どれだっけな、多分これだと思うんですよ。なんかアルゴのやつ強いなみたいな感じだった気がします。これも使ってる人いましたね、ガイザーリボルバー一刀両断アースナってやつ。まあ、この巨人の怪力バフがつくのがすごくいいですよね。あ、これこんなのあったんだ、そのワルツってやつですね。そのこれも広範囲全体攻撃でいいんじゃないでしょうか。聖属性なんで、まあ、聖属性強化の、まあ、効果とか併用して、あとこれなんか強かった気がします。なんだろう、でも500%ダメージなのか、でもスキルレコードレベル80で、どうなんだろう、これ。どれだっけな、これだっけ、なんか借りやすいやつだったと思うんですけど、まあ違ってたらすみません、多分いいんじゃん。あとこれ使ってる人もいましたね、男の晴れ姿友情、これ広範囲全体攻撃で、多分これもいいんじゃないでしょうか。スイッチゲージ増加量が多い効果までついてて、このスイッチゲージ増加量が多いっていう効果めちゃくちゃいいので、まあなんかその広範囲全体攻撃で、まあ十分ステータス高い人だったらその倒しきれちゃったりするんで、まあいい効果のやつで、まあとりあえず試してみて、こういうやつとかね。試してみて、まあとりあえず倒せたら、もうそれが正解だと思います。一撃で倒せたら。まあそのいろいろスキル編成とか、まあ、スキル編成の基本とか、その、アクトさんの動画とかね、多分貼っておこうと思うので、その動画説明欄に。まあ、ある程度その、ほんと始めたばっかの人はわかんないみたいな人もいると思うので、まあ、そういう人のためにね、その、すごく、本当にすごい基本的なことをやってる動画だったと思うんですけど、まあ、そのスキル編成ってテンプレ化しない方がいいとは言われてるんですけど、本当に始めたばかりでマジで何もわかんない人だったらあの動画いいと思うので、あとはこの情熱セッションリーファっていうオノモットはこれ聖属性なのですごくいいですね。全体攻撃です。まあこれの攻撃モーションとかわかんないんですけど、もし、まあ、試して早かったらいいと思います。まだちょっとね、技名からその攻撃モーションがその浮かばないっていうか、ちょっと把握してないところもあるんで、ちょっとスキルレコードに関しては、まあちょっと、あれですね、多分、アクトさんの方が詳しいかもしんないです。俺、そこまですごい見てなくて、まあその階層攻略記事とか、アイテムの入手方法とか、すげえ一生懸命そういうのばっか書いてたりして、スキルレコード編成とか、ちょっと詳しくない部分もあるので、まああとは探検でも、なんか、まあこういうの打ってる人もいましたけど、あれですね、その残星のこういう刻印スキルですね、シトロンナイトアリスとか、トレジャーハンターフィリア、この刻印って言って敵が次に受けるダメージを2倍にするっていう効果があるんですよ、デバフ効果で。これボスに使ってる人もいたんで、まあそういうサポートもいいんじゃないでしょうか。まあ大体そのスキル編成っていうか、まあ、紹介はこれくらいにしておきます。あと最後に、これインゴットつけてない部分があると思うんですけど、これつけてないんですよ、ほとんど。防具の方には。まあ、これちょっとスキル編成に少し関わってくる話なので、ちょっとするんですけど、まあ、インゴットって、その、つけると、防具につければ防御力が、なんかすごい上がって、で、武器につけると攻撃力が上がるんですけど、
で、これインゴットつけてないっていうのには理由があって、まあ、その残属性のインゴット、残属性強化するインゴットつけると、その残属性のダメージが上がる代わりにデメリット効果があって、残属性以外使うときになんかダメージが下がるみたいな効果があったりするので、これ残属性と打属性どっちも使いたかったので、あのインゴットは抜きました。ただこの回復系のインゴット、回復オブジェクト、破壊による回復時間が延長とか回復量が上がるやつとかあるんですけど、これは、まあ、一応その回復オブジェクトの効果が下がるとかなんかデメリットが多分あったと思うんですよ。この生産画面だと出てこないんですけど、まだ俺作ってなくてちょっとわかんないんですけど、これ一応そのつけてもその戦闘中になんか致命的なデメリットみたいなのは発生しないんで、まあこういうの持ってるんだったらつけていいと思います。まあこれも勇気のお香とかで作ってもいいんじゃないかってちょっと思うんですけど、まあとにかくそのインゴットをつけてない理由っていうのはそういうところにあるっていうのだけちょっと言っておきます。今回はこれくらいにしておきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。